日産は FC エクスポ2009で2010年代の実用化を目指して開発中の次世代燃料電池スタックを展示紹介しました。従来のスタックに比べ2倍の出力密度を実現するとともに長寿命・コスト低減を実現しています。燃料電池スタック単体での最高出力は 40kW アップし、 130kW まで向上させ、燃料電池車の魅力である超航続距離を維持しながら、より大型の車両への適用が可能となりました。また、電極触媒の改良により、電気化学反応を起こす燃料電池の主要部分である MEA の発菌使用量を半減し、コストを大幅に低減しています。発菌の量っていうのは、大量生産してもなかなか値段が下がりません。で、大量生産して値段が下がるものではないので、基本的に使用量を抑えるということが必要になります。構造の特徴としては、薄型金属セパレーターを採用すると同時に、MEA を改良しています。MEA の中の電解質、この電解質内に含まれる水分と水素イオンの量を増大させまして、水素イオンの移動を非常に楽にしました。で、そうすることによって、同じ電流を取り出したときでも、ロスが小さくなって高い電圧が発生できる。そういったような形で発電性能を向上させることができました。それでですね、電極と触媒層構造を見直すことによりましてですね、触媒劣化反応を抑制して耐久性をも高めました。発菌は減らしたんですが、ちゃんと耐久性も上げるというようなところまで日産自動車はトライして、進化してきました。デゲンフォーニュース。